どうも、かげまるです。勇者 VS クソリプ、ついに最終章が来てしまいました。まずはスキルを確認しよう。上げれる上げれるかい。あ、ギリ上げれるのがないこともない。待てよ、ないこともないな。セーフティーはないこともない。今さら修行のやつ上げてもしょうがないからな。この辺かな、この辺かな。この辺を10個ずつ上げるか。10個ずつ、10ポイントずつ使ってあげるか。よし、最終決戦へ参りましょう。さあ、最終決戦を迎えますか。お願いします。おお、急に来たね。この魔物たちはまさか魔人バズラスの数が多すぎる。ギルドのメンバーだけじゃ間に合わない。グー、く、助けて、誰かツイード君を助けて。ダメだ、敵が多すぎる、防ぎきれない。これで終わりなのか。俺、何やってたんだろう。 Twitter での修行も無意味だったな。毎日毎日スマホを見て、毎日毎日無駄な時間を過ごした。本当に無意味な。おい、俺頑張ったのに、そんなこと言うなよ。無意味な人生だった。ごめんみんな。お、魔法？お、魔法使い。なんかかっこいい新キャラ出てきた、いきなり。いやー、危なかったっすね。けど間に合ってよかった。どうも、騒ぎを聞きつけて隣町から転移魔法ですっ飛んできました。あなたは誰？あなたのフォロワーっす。フォロワーさんですか？はじめまして。はじめまして、広報 T さん。格闘家。俺もだ。あんたの発信する情報にはいつも世話になってるからな。僕は FF 外からです。すいません、リツイート見てきました。 FF 外から失礼する剣士。みんな続々と集まってきています。国、いや、大陸中の勇者たちが。それフォロワー10万人もいたら全員がアンチなわけじゃねえからな。さすがに。場所を越えて時間差もなく人と人をつなぐ、これが Twitter の目指した世界か。なんだこれは。我はこんなものを求めてはおらぬ。どうせ遠くから見ているんだろう、バズラス。鏡の見物を決め込んでいるようだが、ネットもリアルもつながってるんだ。空の上から投げ込んだ火が燃え上がり、お前を今から焼き尽くす。ギルドのアカウント、いや、もう細けえな。フォロワー116,639人。よく覚えてるじゃねえか。それがどんな軽いきっかけでもろく消えるつながりだとしても、今はこうして集まってくれた俺たちのちっぽけな善意が、勇気が、お前を撃ちに行く。待っていろ、バズラス。なんだ、ネット、リアル、フォロワー、何を言っている。なんだこの感情は。得体の知れぬものに我が恐怖しているとでも。うおー、おい、めちゃめちゃ熱い展開じゃん。ワープ完了っす。みんなの魔力を集約させたおかげで一瞬だったっすね。めちゃめちゃ使える、こいつ。あとは頼んだっす、広報 T さん。な、貴様ら。よう、久しぶりだな。今度こそ終わりだ、魔人バズラス。貴様ら、うるさんぞ。どこまで我をいら立たせるのだ。よかろう、この魔術に我が神明を吐す。
神明で合ってるかな。幻影に沼れ、永遠に闇をさまようがいい。この場合トアの方がかっこよかったかもしれない。来るぞ相棒。ああお、ハッシュどうした。あっ、やあ兄さん、今ならまだ引き返せる。兄さんが知れば魔人の怒りは収まってみんな助かるんだ。兄さんじゃ魔人には勝てない。諦めてみんなのために死ぬべきだ。クオートが俺の死を望むわけがないんだ。クオートが最後に言った言葉を思い出せ。僕たちの、お、って、僕たちの夢を叶えて、勇者になるんだ、兄さん。そうだ、クオートは命尽きる直前までこんな俺を応援してくれていたじゃないか。そうか、わかったぞ。こんなものは全部だったんだ。クソだ。貴様、何を言って。同じなんだよ、この幻影は。俺が1ヶ月の間戦ってきたインターネットのあいつらと。インターネット。兄さんは僕を殺したんだ。いい加減認めたらどうだい。ほら、これ。そして俺はこいつらの対処法を知っている。こいつらには話が通じない。最初から話す気などないのだから。なんであの時僕を守ってくれなかったんだい。相手にすればするほど損をする、そんな存在。それが全て兄さんが悪い。兄さんが僕の未来を奪った。そう、こんなものは全てブロックかスルー、それ以外の選択肢はない。兄さんが憎いよ、憎い憎い憎い。そうだ、つまりこんなものすべてクソリプだ。こんなものすべてクソリプだ。さあ来た、クソリプを5ターン耐えろ。こんなものすべてクソリプだ。兄さんは僕を盾にして死んだ、絶対に許さない。うるせえブロックだ。兄さんがもっと強ければ僕は死なずに済んだかもしれない。うるせえ。さあ見ろ、この下のメンタルバー323だったんだぞ。僕を殺したのは兄さんだ。兄さんが無能だから僕は殺されてしまった。スルー、ああスルー、失敗した。ここで、でもあと2個。あの時兄さんを助けたのは間違いだった。後悔してもしきれない。僕はもっと行きたかったんだ。ブロック。さあラスト、兄さんお願いだから死んでよ。僕を殺した償いに。さあスルー 70% 決め込むとしようぜ。嘘だろ。めっちゃカッコつけたのに嘘だろ。キングクリムゾン、帝王はこのディアボロだ。依然変わりなく。ということで、ここまでもう一度やってくるまでの時間をキングクリムゾンしました。さあやっていこう。ブロック、まずはブロック、そしてブロック。いいね、ダメージをだいぶカットできてる。さあミフ、お、スリーカードスルー入るかな。行ってみるか、頼む。あー、ダメか。ダメですよね。お、イキリ。いやー、でもしかし属性があっていないブロック、いやーきついんじゃないこれ。イミフスルーいけるかな。すげーすげーすげー、 82%。 これはいける、絶対にいける。いくぞ、今度こそ決め込もうとしようぜ。レッツスルー、よーし。兄さん、僕は
ずっと兄さんのことが嫌いだったんだ。うるせえ。全てにおいて人並み以下で、容量が悪く出来の悪い兄。知らねえ。僕はそんな兄さんが大嫌いだった。弟として恥ずかしかった。うるせえ。知らねえ。何？幻影を記憶で打ち破ったんだと。ありえん、ありえんぞ。我の幻影術は最強。何が最強だ。あんなもの全部ただのクソリプだろうが。クソリプとは。知らなくてもしょうがねえよ。これで終わりだ、魔人バズラス。うおーうおー。うわ、我の幻影術が解けて、幻影が消えた。ついだ、お前がやったのか。うるせえ。ちょそれは違う、それは違うよ。ついだ、お前一体何が起きて。知らねえ。どうしたついだ、収まりが効かなくなってるじゃねえか。やばいやばいやばい。バズラスが何度でも何度も殺される。つえ、なんだその獣座剣技。ついだ、お前いつの間にそんな技を。知らねえ。おいおい、ツイード、このまま暴走が終わらないのか。ビーストモードじゃねえか。間違いない、あれは真の勇者のみが至る名教止水の境地。リーダー、無事だったのか。っていうか、なんだよ名教止水って。全てを同時に心で見抜くことができれば、炎ですら涼やかである。すなわち、爽やかかな、これ。苦しみさえも苦しみではない。ツイードの心は、一点の曇りもない境地に至ったのだ。今のツイードには、いかなる邪念も届かぬ。そうなのか。俺にはやけになったようにしか見えないが、俺にもだ。うわー！やばいやばい、一生殺すじゃん。バズラスのこと一生殺すじゃん。バズラスももう消えて朽ちていいよ。よくそんな耐えなくていいよ。しかし驚いたぞツイード、わずか1ヶ月の修行で生死清澄の水のごとく澄み切った心を得るとは。何を言ってるかさっぱりわかんない。清澄白川か。もう嫌だ。いや、まだ倒れんかい。バズラス、お前そこまで切られたらもういいって。引退しろ。私の想像が及ばないほどの凄まじい精神修行を積んだのだな。クソリプの扱いがどんどん上昇していく。クソが。勇者とは思えない口ぶりになってきた。クソリプとは。クソリプとは。おい、やったな。やったじゃねえかツイード。バズラさん、最後までクソリプという言葉がわからないまま無念そうだったな。ああ、勇者の勝利だ。どうした？おい、ツイード、大丈夫か？アッシュ、俺は、ああ、お前が魔人を倒した。お前こそ、本当の勇者だ。俺は、
しばらく眠ってけ相棒。帰るぞ。俺たちのギルドへ。ついに倒したぞ、魔人バズラス。あの時の。これが最後の仕事だ。ご報告、当ギルドは魔人の討伐を達成しました。フォロワーの皆様にいち早くお伝えしたいと思い、取り急ぎツイッターでご報告させていただきます。ちょっと待って。おい、まだ来んな。結局もう嫌だ。なんだこの地獄は。嫌だ。終わっちまった。魔人って言葉が嫌いすぎる。そもそも討伐の定義について理解していますか。本当にクソイブだなおい。いやー終わっちまった。魔人討伐よりも他にもっとやるべきことがあるんじゃない。お前は一体勇者に何を求めてるんだ。いや、その魔人を倒したんだよ。また練馬、またお前か。練馬高野台、練馬高野台に住んでる人に失礼だろうがよ。いやー終わったな。長いようで意外と短いゲームだったんですけど、いやかなり楽しませていただきました。あ、最後まで遊んでくれてありがとうございます。こちらこそ、クソイサイト多田スメンさん並びに制作に携わった方々、本当にありがとうございました。めちゃめちゃ面白かったです。ぜひとも続編を希望しております。お尻。ありがとうございました。こちらこそ改めてありがとうございました。ちなみに最後気づいた、あのお尻っていうところにあのクリックして星をこうフェランフェランってこうこれを今回してたの気づいた。ということで、勇者 VS クリプ、これにて完結となります。しかしこのゲーム、冒頭パート1の冒頭、皆さん思い出していただきたい。このゲームストーリーモードだけではないんですね。今回最終章終わってストーリーモードが無事クリアできたわけなんですけれども、ちょっとまず時間が余ってるのかな。まあ19分ぐらいやってるのか、18分19分やってるんだけど、まあ、ちょっとおまけでやろうかなと思います。こちらチャレンジモード、それからおまけ、どうしよう、おまけ先に見るか。変なおまけで遊びます。ワクワクスリープ体験、あ、やりたい。あなたの名前は、お、なんだ、ちょっと待って、やらせてくれ。おまけやろうぜ。チャレンジモードちょっと最後にやるわ。え、じゃあ影丸って入れていいですか。はい、影丸です。あなたの Twitter の ID は、カッコ、クソうんち。最初に入ってるそのデフォルトのやつ、クソうんちは良くないと思うな。本当は俺影丸0205なんですけど、じゃあこの場合は影丸、どうしようかな。俺のじゃあ実況始めた日でいいか。0403、あれ0413か。実況、初めての実況投稿した日ね。あの昔のチャンネルでこれでいきましょう。挨拶の言葉を決めよう。どうしようかな。どうしようかな。じゃあパクチードーナツで。あなたの好きなものは、どうしよう、寿司でいいよ。じゃあ今何してる？今ゲーム実況でとか。ゲーム実況やってます。今の気分は？楽しい、寂しい、暑い。いやー、めっちゃ暑いゲームクリアしたばっかなんで暑いっす。え？寿司好きだー、パクチードーナツ影丸だー、ゲーム実況しているぞー。知ってた。寿司の何が楽しいのか理解できない。狂ってる？それは褒め言葉ね。寿司好きなんて存在しません。嘘をつ。最近のおかげは本当のゲーム実況知らないんだろうな。おい、7年やってんだよこっちは。6年か。7年目だぞこっちは。お前ゲーム実況も7年生だぞ。内容変更とかもできんの？なるほどね。わかりました。寂しいにしてみたら。パクチードーナツ影丸です。今日はゲーム実況しようかな。はあ、寿司。寿司好きとは言ってねえよ、農家さんがよ。
ゲーム実況は正式名称で呼んでください。にわかですか？なんて言ったらいいの？あれか、ゲーム実況風プレイか。あれじゃん、某かぼちゃさんが初めてゲーム実況に名前つけたやつじゃん。いいんですよ、俺のファンだから。それは終わります。いや、いいゲームクリアした時と同じ画面出すな。ゲームクリアのその凄さが薄れるだろうな。さあ、じゃあちょっと最後チャレンジモードちょっとやって終わろうかな。チャレンジモードとは、途中セーブ負荷、どれだけ多くのフォロワーを獲得できるか、限界に挑むことができるハードなモードです。ストーリーモードクリア後の挑戦を推奨します。あ、なるほど、そういう感じなんだ。え、どうしようかな。思ってたのと違うな。ちょっと待って、ランキング2位、うわすげえ。1位263,060 ポイントって、これフォロワーの数なのかな。すげえ、みんなやってんな意外と。え、ちょっとやろうかな。やっていいですか。ちょっとだけやりますわ。はい、開始。これは、あ、でも最初と同じだな。あれ、どういうことだ。あ、なんかでもやっぱちょっと思ってるのと違うかもな。ちょっとやってみるか。ちょっと待って、嘘だろ。おい、全然いかなかったぞ。ランキングどうなった。6136ポイント、33位。引き引きまあしょうがない。これはタダスメンさん、作者さん俺と変わらねえじゃねえか。そうか、1位すげえな。そう見ると相当やってんな。うわー、これちょっとちゃんと頑張って、俺頑張ろうということで、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。すげえ感謝されちゃう、照れちゃう。ということで皆さん、改めまして勇者 VS ストリップ、ここまでで終わりとなります。いや、ストーリーモード無事クリアしてね、おまけとそれからチャレンジモードも少し触れれたということで、このゲームはね、まあ、見せれる分はまず遊びきれたかなと思います。ぜひ皆さんもね、チャレンジモードだけでもまだね、皆さんやったことないと思うので、説明欄からリンクを飛んでね、ぜひともプレイしてみてください。こういうゲームはね、やっぱり一度でもいいからね、こうプレイしていただけるだけで、やはりね、作者さんのこれからのモチベーションにもつながりますし、ね、素敵なゲームがこれからも増えていく糧になると思うので、ぜひとも皆さんね、せめてね、見るだけでもね、教えていただければなと思います。ということで、本当に面白いゲームでした。ありがとうございました。いや、思った以上にね、最初タイトルが結構こうインパクトあるバカゲーかなと思ったんですけど、全然面白かったですね。思った以上に熱い展開が繰り広げられて、最後まで楽しめました。ということで、勇者 VS ストリップ終わりとなります。本当にここまでありがとうございました。面白かったら登録、コメント、評価、Twitter のフォローとお待ちしております。 Twitter のフォローとお待ちしております。私にはストリップを送らないでください。また他の動画や次の実況シリーズでお会いしましょう。バイバイ。